はい、カメラで撮っております。はい、それではお座りください。アーニャ役の池村葵です。6歳です。大好きなアーニャになれてとっても嬉しいです。見に来てくれるたくさんのお客さんがわー、アーニャだって思ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アーニャ役の伊沢美晴です。6歳です。ミュージカルが大好きなので見に来てくれたお客さんたちをニコニコにできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。福地美晴、7歳です。大阪出身です。特技はダンスと日本史です。この度はアーニャ役に選んでいただきとっても光栄に思います。お稽古でもみんなについていけるよう頑張ります。よろろそお願いするます。はい、増田梨沙です。9歳です。よろしくお願いします。特技は、ダンスと歌とお芝居です。好きな食べ物はスルメとスイカです。稽古も一生懸命頑張ります。よろしくお願いするます。アーニャ役に決まったと聞いたときはどこで何をしていましたか？はい、その時夜ご飯を食べてて、あ、なんか固いものあるなって思って出してみたら、それが初めての歯で、初めての歯、って思った後、ちょうどアーニャの合格の電話も来たので、アーニャも合格、嬉しいって思ってどっちともびっくりしちゃいました。その抜けた歯はもう生え変わったんですか？はい、今は生えてるっていうことですね。抜けてるところは今はないんですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ同じ質問です。最初はみんなでテレビを見てて、でその次は決まったって連絡来た時は、私とパパは抱き合って泣いて、でママは嬉しすぎてダンスしてました。アーニャ役が決まったと聞いた時にはもう飛行機で家に帰っていて、玄関で靴を脱いでいる時でした。そしてアーニャ役が決まった時の言葉は、長い時間無言でしたが、その後にワオってなりました。そしてお友達から言われた言葉は、頑張ってね、見に行くねと言われました。とっても嬉しかったです。夜ご飯を家族でみんなと一緒にハンバーグを食べていて、その時にたまたま電話かかってきて、あれ合格って知りました。でその時に家族がひゃーって言ってて、あのママはすごい泣いてて、パパはもう嬉しすぎて何も言ってなかった。でお友達から言われたことはアーニャの真似してとか、見に行くよとか言われました。はい。